皆さんこんにちは、ダイタラです。さあ今日は早速ですけど報告会から始めていきましょうかね。鉱石がだいぶ集まってきました。イエーイ、ダイタラの分だ、ドンと。さあ俺は14個、あ、41個、あ、鉄8個くれんのか、ありがとうございます。ね、でもってゴルトン、お前は266個だ。うごごごご、ありがとう。あと250個。え、待って、あと1日経てばカッパーマンなれんじゃん、こいつ。あと1日やで、みんな。カッパーマンまで。意外と長いようで短いようで、ね、短いな。ねえ、うっす。さあ、クエスト直用も進めていきましょうか。待って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 。カルロ装備、あ、どの剣あげる？あげるわ、じゃあ。はい。あー、どの剣俺持って、返してもらおう。俺がね、今ね、銅の剣にしてもいいんですけどね。まあ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 、一応ね、毒針と使い分けていきましょうか。さあ、こんにちはっす。あれ？ちょ、待って待って、こんにちはっす。おー、ダイタラ、新しく大金槌思いついたんだな。そいつがあれば今まで掘りなかったものも掘りまくれるだろう。金床で作って、俺に見せてくれ。いや、作ったじゃん。もしも素材が何やがったら、ね、探してきてくれよ。おー、こいつはすごい。鉄から大金槌を作ったんだな。これで新しい素材も手に入る。バー作りと行動の復旧もはかどるぞ。行動の新しい道も開けているな。大金槌をうまく活かすんだ。だいたら早いかもしれんが、話しておきたいことがあるな。何？お前の頭の傷バッテンかっこいいな、なんか。どうせなら俺はこの島を牛耳ってるハーゴン教団をここから追い出したい。みんながいくらものづくりに目覚めても教団が残ってたら好きなようにものを作れないからな。そうか、島には教団から派遣されている総督ってやつがいる。いつかそいつも一緒に倒そう。総督倒しちゃうのか、いいよ。ねえ、またピンクの猿かもしれんけどな。さてちょっとね、あれなんか俺に話したいことありそうだけど、今日でまずねバーを完全に復旧させたいと思います。ね、鉄のインゴットあるんですよね、ちゃんと。んで、あ、足りねえわこれ。鉄めっちゃいる。鉄のインゴットめっちゃいるやん、それ。ちょっと待って待って、あるかな。さっき鉄もらったから作れるやろ、これ。ね、よし、ほれ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 。ちょっと待つか、これ。お、できてるね。朝にしたらね、すぐできました。いただきましょう。さあ、こんだけあればもう作れっしょ、みんな。最強のバーの完成。で、さあ、3つ作りましょう、ダーツボード。俺でもダーツってみんなやったことある？俺、やったことあるんですけど、まあ、難しいよね。なんか狙ったとこにあんな飛ばないって、ほんと。上手い人ちょっとやっぱかっこいいなってちょっと思っちゃうよね、ああいうのって。くそー、俺もいつか。いや無理ですね。さて、じゃあここで壁掛けとかを貼って完成させちゃいましょうか。まずここにどこ、そしてどこだ、ここか、ここに、えい、うわ、超大きい、みんなの酒場。酒場になったんだ、これで。超大きい酒場。まずなんか1個部屋が成長しましたね。で、さらに、ここからですね、ダーツボートを、指導遅くやな。わかった。ありがとう、ありがとう。待ってくれ。貼って来たー、完成だぜ、イエーイ、ミッションバーを建てよう、完成でーす。お、さらに鉱石の採掘量上がった、マジでありがてー。ダイタラペロちゃんどうした、顔真っ赤にして。ねえ、ついにバーが完成したのね、とっても素敵じゃん。ありがとうダイタラ、これできっと父も喜ぶわ。もうパパが天国から見守ってるみたいな顔すんのやめーや。生きとるやろ。さあ改めてみんなに知らせに行きましょう。あー、バーが完成したんだぜってやつ？ねえ、うおーおーおおってなる。うごごごご、ありがとうダイダラ、これで俺の願い一つ叶った。ゴルドンに力が戻って、島にゴールドダッシュが復活すれば今の何倍も鉱石が取れるはずだ。あね、それにもうすぐペロがバーディーになる日が来るってわけだ。うほほい、これ相手も立ってもいられねえぜ、イエーイ。そうよ、でもゴルドの願いはもう一つあるわ。全部こなしてくれたらバニーになってあげるわ。マジでお願いします。ペロ、お前ほんと優しい。俺のこと気遣ってくれてバニーにもなってくれるなんて。勘違いしないで、別にゴルドのためじゃないわ。私がバニーになってみたいだけ。とにかくダイダラさん、ゴルドのお願いはもう一つありますよ。お力貸してください。よいしょ、ダーツセットだって、あそこ。おーおーおー。
めっちゃみんな興味津々やダーツで。なんだダーツセットって。おーすげえや、へーって。ちょハート一回回収してみるか。えい、おお81個も増えたわ、すげえな。じゃあよ、イエローがクエスト。よう、だいたら、大金槌もできたんだな。そろそろまた行動に行ってきてくれよ。大金槌があれば、ふざかった行動も掘り進められるんだろ。奥にいるマッシモのとこ行ってくれ。だいたら、あ、また弁当くれんちゃう？ペロちゃん？高いところからこんにちは。また行動に行くのね。はい、これ。キノコ5個くれてありがとう。行動の奥は、暗くて寒いと思うけど、シードと一緒に頑張って進んでね。嬉しい。うおまたかよ。弁当はお前のもんでもペロのハートは俺のもんだからな。とにかく大事だ、行動の奥にいるマッシモのところに行って大金槌を振りましてこーい。鉄の採掘所にワープするといけるぜ。なんだかんだこいつもねえアドバイスはくれるからね、嫌いじゃないで。さて鉄の採掘所ここですよね。なんか前回さすごい道塞がってたとこあったと思うんだけどねえ、そこも行ってみたいな。銅の採掘所のこっちがそこ行ってからね、行きましょうか、まず。確か前回、行こうと思って、あ、ここ道塞がっとるやんって言ってやめたとこだよね。あったよね、確か。こっちだったっけ？いや、逆側か。あー、ここだ、ここだ、ここだ。なんかいかにもなところ。ちょ、ここ一回爆弾置いてみようかなと思います。行くぜ、みんな。はじき止めーでーい。なんだここ？なんか、置いてるね。あれなんだろう、爆弾用の顔してる。ねえ、逃げるが勝ち。逃げられた。ねえ。よし。これなんだこれ。休む？爆弾用のベッドこれ。なんだこれ。ドキドキベッド。やったー。へえ。新たなレシピをひらめいた。ドキドキベッドのレシピ。爆弾岩の形をしたふかふかのベッドである。え、ちょっと待って、後で俺の部屋作ろうぜ。これこれは熱い。石壊してくれ。しろ。オッケー。さあこれはねちょっと嬉しいね。さあ先行くか。場所ここね。みんな取ってない人取ってみてください。うむ。さて、じゃあ鉄のね採掘場からさらに進んだこちら側ね。みんな待ってるね俺のこと。おおお、どうしたんだおめえ。おお、大体待ってたぞ。ところでなんだその満足げな笑顔は。そしてなんだその強そうなハンマーは。作ったんだぜ鉄で。大金槌か。岩の壁もぶち壊せそうだぜ。それじゃ大体ら壊してくれよ。道が開けた先進もう。行くぜみんな。うい、ハンマーを。うわお、来たぜ。来た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 。だから爆弾はねえ岩壊せないんだね。じゃあみんなで進んでいこう。行くぜ行くぜ行くぜ。おおよし先へ進むぞ、よし先へ進むぞ。みんなぴょんぴょんしてるぞ。鉄めっちゃあるじゃんここ。やっべ。おお水辺だ。めっちゃいいね。草ある草。あ、来たぜ草糸。これだよ俺が欲しかったのは。だいたらあそこを見るんだ。なになに、あそこってどこ。水、上から水が溢れてきてる。荒くれはプール以外じゃ泳げないぞ。このままじゃ先に進めない。あーダメなんだ、荒くれって雑魚じゃん。そうだな、あの鎖を伝って上まで登れそうだ。上まで登ったらいいのか。とりあえず俺はだいたら頼む。穴に開いてる水を塞いで水を止めてほしいぞ。水を塞げってか。まあまあいけ、いいでしょ。ここの辺ね草がすげえ生えてるからね、ちょっと草をね回収したいんだよな。草糸って何これ。綿したやつ。綿だ。綿したやつって綿やったわ。そらそうかっていう話だけどなあ。綿してるからな。いいねいいね。え、新しい素材の宝庫やんここ。うわーいいとこやこれ。え、これは普通の草が雑草かこれ。これ綿、これ綿綿綿綿してる。綿って何作れんだろう。ベッドとか作れんのかな。で、こう、おお落ちたよ。あ、落ちたよ。溺れないよ。ちょ、助けて、誰か。誰か助けて。よーっす。この草は嬉しくね。草。なんかいる。うわ、大きい槌がいるじゃん、あそこ。ここは。無視したろ。綿で、臭いと、臭いとこんだけあれば、とりあえずみんな。俺たちのね、難点だったあれ覚えてるみんな。ね、トイレがない問題。ね、それを解決できんじゃね。てか、鉄の鎖で登れたんだね、こうやって。知らなかったな。
めっちゃあんじゃんここに。わあ、サイのこう、サイのこう、これサイのこうやわ、これ。でもマジで豪華なし威力高えな。なんか割とすぐ物壊せるようになった本当に。でここを道塞いでくれだったよね、確か。依頼内容は塞いちゃうか、しゃあねえな。俺どうだ、うおお、橋から道が水がなくなったぞ。ダイヤラよくやってくれた。さあ下まで降りてくるんだ。オッケー、うん、どうや、感謝してくれよ。1万円でいいね。助かったぞダイヤラ。水が漏れてた穴を塞いでくれたおかげで橋から水がなくなったぞ。ところなんだ、あれはどうして地下にこんな水たまりがある。確かにね。なんかあそこ神殿みたいなのあるけど、あそここいつは地底湖というやつだ。地下には地上にないものがたくさんあるぞ。俺らも全部行ったことないけど、神秘的な景色や、神殿とか聖堂とか不思議な建物もある。ねえ、一番深い場所にお宝も眠ってるらしい。とにかく地下行動はロマンだらけだ。お宝がもらっちゃうか全部。いや、よし、じゃあ、キス進むぞ。じゃあ、行ってこい。俺、ちょっとあそこ行ってくるわ。あ、ドローンみたいな敵おる。ドローンだっけ、あいつ名前。ねえ、怖い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 。水、水中の中で戦いたくないよね。ねえ、ちょっと待ってね。どうしよう、これ。よし。なんか、上に一回登って、上から、フライングアウェイしようぜ、フライングアウェイ。ねえ、多分それが一番賢いと思います。行きますか皆さん。ね、飛べよー、ここ。結局うまく乗れんかった。何ここ、これが神殿。なんもねえじゃねえか、ぶっ壊してやる。ねえ、おらー、あ、硬い。ねえ、城の柱だって。これ上どこ繋がってんだ。すげえ、いやーす、なんかめぼしいもんないなと思った。なんでこれ、え、気持ち悪い。なにこいつ、んやっはー、登坂の粉砕やって。へえ、粉砕。これもレシピ思いつく。あ、これももしかしたらレアなやつかもしれんな。登坂の粉砕、水が出てくるかもしれん。水の中に置いて使う噴水だーってやつ。あね、おしゃれアイテムってことか。要は意外となんかいっぱいあんのかもね、いろんなもの。この辺うまく探せば。お、みんなもうめっちゃ詐欺まで行ってんねや。おー、どうしたおめえら。俺が来たぜ、空から来た。で、行動つないでほしいぞ。しゃあねえなー。ダイヤの最強アタック。ここ硬いな、めちゃめちゃ。で、壊しておきましょう。よし。うわっ、めっちゃ敵おんで。これ待って待って待って、毒針の方がいいよ絶対。敵強そう。毒針を装備した。ね、痛い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 。待って、やめろよそういうことすんな。わしは毒針ワンチャン掴んだぜ。ね、あいつ、こいつのさ、でっけえやつステーキくれるから好き。素敵ね、それは。よし、毛皮かこカメラは。毛皮とステーキたくさんゲット。でもステーキ食うよりはね、もらったお弁当食べよう。お弁当うめえなあ、ほんと。やっぱ毒針が強いなあ、銅の剣よりも。で、基本的にやっぱ指導がね、敵を倒してくれるからさ。で、たまにさ、ワンチャン掴んでね、やってくれたらいいもんね。さあ、そしてレベルアップ、ウェイ、いくつ ?12 か3か ?13 になった。最低1ポイントが上がって、スタミナも上がった。いやー、スタミナか、これ嬉しい。レシピは、おう、あ、レシピはないんだ。よし、レシピ覚えるかスタミナ上がるかってとこかな。あ、クサイトくれるんだ君、いいね。お前何しとんねん、やんのかこら。ねえ、大きい筋怖いよね。えっと、あ、こけた。ここ何、この砂の山。これなんか怪しいですね、砂の山。砂の山ってね、とりあえず何か怪しいのでわかんないけど、ぶっ壊そうと思います。はじき飛べー。何もないの、ここ。何もないの、ここの砂の山。俺が壊したのに、せっかく。ねえ、なんかとんでもないレアなもんとか詰まってないの、夢とか希望とか。
ただの砂の山ここ。ねえ、砂山だったんか、もう。失敗したな。ただ壊して爆弾損したわ。爆弾って作れんのかな、そういえば。あ、待って、上、あ、上が開いてるんだ、ここ。待って待って、上なんかあんじゃね、これ。なんかすごい、すごいやん、上。ああ、上とか順路なんだね、道的には。ね、じゃあちょっと順路通り行きましょうか。ちょっと画面、ごめんね、カメラぐるぐる回しちゃって。ね、俺カメラぐるぐる回すと気持ち悪くなるのよ。ごめんね、俺、だから俺今気持ち悪いよ、今。みんな気持ち悪かった、ごめんね、ほんと。ね、だから謝ってんだけど。すまん、すまん。え、地上に繋がってんだ、ここ。へぇ。ええ無理でしょ、バトルレックスの進化系。何これ、ドラゴンソルジャーとか、なんだろう、分からん。え、勝てる気しないけど。ねえ、ほらほら、わっ、これはいける、いける。潰せ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 。待って、これね、銅の剣でいこう、今度は。じゃあひたすらこれで連打しますね。ほら、シドも攻撃当たってねえじゃん。これ最強の布陣がまたできてしまった。潰すのだー、当たらんぜ。マジ強いな。だから銅の剣平均ダメージめちゃめちゃ高い、ね、え、火吐く、うわ、かっこいい。でもダメージは食らわない。問題ねえっすね。いや、もうなんかもうバカらしくなってるよね、通常の方法で倒すのなんて。これが俺のドラゴンクエストだ。さあ、もう少しで終わる。シドウ、ちょっと変なとこ行かんといてくれ。俺に狙わせてくれ、敵を。解放者、あっつ、真面目に戦うが最後ぐらい。正々堂々や、正々堂々、正々堂々、よっしゃ、正々堂々大勝利。なんか来た？思いついた？え、なんかすげえ、やばいもん落としてんぞ、こいつ。ドラゴンメイル？ドラゴンの鱗を重ねて作った頑丈な鎧。防御力めっちゃ高え。竜の鱗、絶対これ竜の鱗使うで、この今の鎧。え、めっちゃ超レアアイテムやろ、絶対これ。うわ、めっちゃ嬉しい、これ。さあ、まあ、それはそれ、これはこれって感じなのですけど。えいで、サボテンも持って帰ろうって。カットフルーツにしないとな。サボテンってフルーツなの？サボテン食ったことある人いる？ねえ、どんな味なの、サボテンって。100円ショップとかでサボテンの育てるやつグッズとか置いてんじゃんね。あれとは全然ね、あ、食べられへんと思うけど、ああいうの。なんかほぼ水だよね。キュウリみたいな味すんじゃねえかなっていう。すっげえぶっ壊れたけど、これまた置く？よし、めっちゃ行動広いな、ここ。はい、じゃ、飛べー。さあ、問題解決がガツガツ進んでます。あれも鉄だよね、多分。うわっ、うわー、魔物だー、ハーゴン教団の魔物だなー。指導耐えたら、なんとかしてほしいぞー。さあ、やろうか。ね。え、こいつら毒針効く軍団やから、毒針にしようぜ。ね。毒針のね、よいしょ、ワンチャン狙っていきましょう、ワンチャン。ワンチャン大ダラです。敵をまとめてくれ、シドウがまとめてくれたら、そこを俺が後ろからワンチャン狙って、ひたすら毒針でつけばいいんだよね。てかマジ早い、倒すの。さあ、魔物クレをやっつけた。宝箱にも見えたね。で、この奥めっちゃ線路あるで。え、報告会、うおー、優雅かったいや、ここのクエストの報告会はいいのねえ。カッパーマンなるよ。いろいろイベント重なったけど大丈夫これ。ねえ、いや、お前、カッパーマンってか、ねえ、ゴルドンとかアラクエも重なってるけど大丈夫、いろいろ。重なりすぎてるぞ。銅18個、30、鉄31個もくれんの。やばくね？うおー、今日の採掘物で1000個集まったぜ。よーし、ゴルドンも進化させられる。今日の報告会は以上だ。明日も張り切っていくぜ。さあ、カッパーマンに後でやろう。うおー、こっちもうおーってしてるぜ。どうした、大丈夫かお前。みんなテンションやばいな、ほんま。さすがだぞ、ハーゴン教団の魔物倒してくれたんだな。俺たち派手に行動を進んだ。きっと教団にいろいろバレてる。地上の魔物を狙われるかもしれない。どうしよう、ハーゴン教団は今のオイラたちには
敵でしかないぞ。いつか全員やっつけるぞ。そうやな、全員やっつけるか、ほんと。きっと指導が。なんでやねん。手伝えよ。とにかく、これで先に進める。このまま進んで行動を復旧させるぞ。復旧させんとな。さあ、ちょっとね、クエストあるんですけど、先にこれ回収しようぜ、みんな。ちょっと待ってな。うわー、話しかけちゃったよ。線路つなぐだけだぞ。ねえ、長すぎる道のりだった。ぐっと増える。え、ここまで線路つなぐの？バーが完成すればペロも喜んでくれるはずだぞ。あー、バロ、バニー、ペロバニー。ほら、もういても立ってもいられないぞ。確かにここにある線路があって、昔は地上とつながってたはずだぞ。さあ、トロッコが走れる途切れ途切れの線路を埋めるんだ。出発点となる発着駅は、どこの辺にする？うん、あったぞ、あそこか。で、2本並んで走るみたいだ。つなぐのは大変だけど頑張るんだぞ。線路はまだ手元にあるか、疲れてない線路があるからな。すべてはペロのためだ。トロッコに乗りながら、で、ウェイトの線路をつなぐんだ。え、今回のやつめっちゃしんどくない？線路つなぐシリーズ。でもさ、先にちょっと俺、アイアンマンにしたいな、アイアンマン。アイアンマン大ダラになりたい。アイアンマン大ダラ。アイアンマン大ダラ。僕、アイアンマン。それゆけ、アイアンマン。いや、よし。破壊神。いくぜ。破壊神。おーい。できたぜ。だいぶ。よし。線路が固まったじゃん。よし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 。ゲットゲットゲット。で、あそこに行くんだね。まあ、それはちょっと次回やりましょうかーって感じで。え、ここ、弾ないのかな？導きの弾。弾ないと困るんだ、まあ、弾。困ったまんやけど、困ったまー。困ったまー。面白いこと言ったな、また俺。困ったまーって感じですけど。ここの先ももう行けそうですけどね。ちょっとなんか、無理していくのも、なんかいささか、ね、心苦しい気持ちがあるので。多分この辺にないかな、導きの弾、弾。のぉ？何？めっちゃ塞がれてんだ、ここ、道。線路。線路が岩の壁で途切れてるぞ。困ったぞ。この岩、壊せられへん？この岩の壁、ひょっとして？なんか匂うぞ。大方筋、かわしてほしい。え、壊すの？え、壊す？まあいいけどさ。で、これも壊せるようになったのはでかいな、ほんと。ねえ。どこまで壊すのこれ。俺、カッパーマン見に行きたいんだけど、俺は。あ、わお！ここは？地上の、鉱山街の東側に繋がってる。あー、これルート繋がった。町と鉱山行き来しやすくなった。え、ここって、あ、そうか、町。町か、ここ。あ、めっちゃ繋がったやん、これ。え、すごいすごい、これは。これは熱いな。町帰って、いつでも来やすくなった、これで。あら、ついに進化させようぜ。ダイダラ！アッペルどうした？俺に会いたかったんか？かわいいやつやな、お前。銅が1000個集まったわ。ゴルドンもカッパーマンにできるわ。あの子、きっと喜ぶわ。さあ、ゴルドン進化させるか。カモン、ベイベイ！投げつけたで、また。ストライク！お、全身、きたー！カッパーマン！うごー！やったぞ、やったぞ、カッパーマンになれた。やったわね、ゴルドン。その姿、とっても素敵よ。なんかゴーレム感あるよね、普通の。ペロ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 、俺お前好き、お前喜ぶ、俺喜ぶけど、ゴールドマンにならなきゃ山に山ゴールドラッシュ戻らない。まだまだ鉱石いる。行動をさらに進めば、金や銀も残ってるだろうか。とにかく今はゴールドが進化したことを喜びましょう。その姿素敵よ、ゴールドン。うぃー、ありがとうペロ。俺少し力ついた。ペロのため俺も頑張るね。ゴルドもお前もなんかいい感じにね、働いてくれよ。頼むで、お前。鉱石の採掘量を上げるため俺のお願いだってやつな。オッケーオッケー。まあまあ、これの復旧の続き。あとね、多分線路さえ、戻れば復旧完了すると思うんすよね、ほんと。で、だいぶ石炭集まってきたな。まあ置いてていいでしょ、こんな感じ。で、でも、鉄の鉱石とかのこれだけはね、ちょこちょこ作っとかんとなっていう感じかな。9個。よし。インゴっていっぱい作っとこうぜ、また。ローにやっぱ2個ぐらいいるな。もう1個作りたいな。建物も欲しいしね、これ。では、一旦こんな感じで終わりましょうか、皆様。ね。ようやくね、ちょっと落ち着いたって感じですので、このゲームの進行が。で、次回までに少し俺の部屋でも作っとこうかと思います。
また見てください。おつっぽよ、じゃねん。